はいいどうもこんばんはオーケストラン指揮してます平橋亮と言います、えー、とですす平と言でねちょっと余裕がなくなるとアップロードが楽なあのスマホにちょっと走るんですけども、まあ、今日もですねあの連日、えー、そうなんですがまあフライトやホテルの要約ですね、うん、で、えー、とね先日もお伝えしたんですけどあの海外によく出るがためにですね海外旅行のいろんな特典 がついてる年会費高めのクレジットカードを持ってましてそれの特典でね多少そのどこまでやってくれるか今ちょっとお願いしながらなんであれなんですけどまあ自分でちょっといろいろ調べてる時間がないとかねえ例えばえ新しい国とか街行ってこれタクシーがどうなってんのかなとかなんかこのアプリタクシーのねウーバーってアプリが使えると便利なんですけどウーバー使えるのかなとかね なんかどこまで細かく代わりに調査してくれるかわかんないけどそういうのを一応その対応してるうコンシェルジュデスクっていうのかなあの基本的にはレストランの予約とか、えー、フライトの予約とかホテルの予約とかそういうことを多分やってくれるんだと思うんだけどあのまあ、ちょっとしたその例えばあの空港のカウンターで例えばですね英語が通じないってなったら 英語代わりにこうテーマで変わってくれて話してくれたりとかいうこともしてくれるっていうことなんでまあそのちょっと頼りにはなるのかなーっていうねそういうのもね駆使しながらいろいろまあやってるんですけども,もう自分だけでも時間足りなくてですねまあ猫の手でも借りたいというよりはですねまあ、自分の腕が100本ぐらいあったらいいんだけどなっつってねまあ、腕が100本あってもね足裏間みたいになるだけであのー、まあ、意味ないかもしれないですけど。 そうね、まあ、肝心の楽譜勉強しないとな。えー、さて、今のは前置きです。タイトルにもある通り、あり、ピアノのことをちょっと話しますね。えー、っと、あの、わまあ、割と初心者です、ビギナーですっていう人向けのことなんですけど、音をね、練習中に間違えない方がいいんです。なぜなら、それは記憶に、 蓄積されていいきますんで間違ったた音を弾いたっていうことこねだから練習にあまりなってないんです。音を間違えると。なので、間違えるぐらいだったら速度をそこを落として、この音で合ってるかなと正しい音を弾くっていうのが極めて大事ですね。うん、間違った音を弾かない。うんえー、っていうのがポイントです。あとはですね、えー、あと簡単にピアノの話で、あの初見のコツっていうことなんですけど、 初見の時はですねあのこうどこを見てるのかって質問以前受けたことがあったんですけどどこを見てるのかっていうのねもう全部を見ないとこうこういう速度で見ていかないと不読みは追いつかないのであの全部見ますね、うん、全部見るでそれでもやっぱり自分が見慣れてきたパターンだと弾きやすいし 例えばですねあの本来ピアノの曲じゃないけどピアノ編曲されてるみたいな曲だとすごい弾きづらいのね初見も弾き,きづらいなぜならそれはピアノのために書かれていないからうんなんでねもちろん今までの蓄積自分が慣れてる手の形とか和声の進行とかそういうので人間脳は対応できるんですけど、えー、どこをね実際見てるのかっていうとまあ、全部見てますよっていう、うん、話えっ、ー、と、えー、まあ 旅行の手配が大変だという話に続き、ちょっとね、ピアノの話もしておこうと思いました。ピアノの話聞きたい人 <laughs> いっぱいいると思うからね、音をね、間違えたら練習にならない。マイナスになっちゃうんで、音を外さないでとにかくゆっくりさら、間違えそうなところだけの目いいから速度を落とすっていうふうに、まあ、練習してみてくださいね。はい。忙しいんで、この程度でご視聴ありがとうございます。失礼します。